ビーフマン、エグゼは、神奈川県横浜市を本拠地とする 3X3 バスケットボールチーム。2018シーズンより 3X3 エグゼプレミアリーグに加盟している。ビーフマンカー2019年4月26日撮影平塚総合体育館にて、ビーフマンカー2019年4月26日撮影平塚総合体育館にて2018年2月に、男子チーム、7月に、 女子チームが結成。2018から19シーズンに発足された3、X3、エグゼプレミアリーグに新規参入した。チームキャラクターは、上半身が牛でバスケットボールを持ったキャラクターであり、名前はチーム名と同じ、ビフマンである。2019年からは、高島和隆が同チームのオーナーにも加わることが発表された。チームコンセプトは、 1>, 1対1に強いチームであり、選手選考でも1ン1の能力を重視した選抜が行われている。チームカラーは、ブラック、レッド。2018年2月12日に、神奈川県横浜市鈴木区東山田町に、屋外バスケットボールコート、横浜 B コートがオープンするのと前後して、同コートをホームとするサン、バスケットボールチームとして、ビフマン、エグゼが発足された。 運営企業は、横浜市で不動産事業などを手掛けている、十立情報センターである。発足のきっかけは、野呂隆肥人が2020年東京オリンピック 3X3 男子日本代表代表を目指すにあたり、今までと違う環境に身を置いてチャレンジしたいという思いがあり、野呂から相談を受けた十立情報センター代表の小泉秀明が、3X3 バスケットボールチームの設立を、 検討したことが発端である。チーム創設メンバーは、日本代表の野呂竜悲淳に加えて、横浜 B コルセアーズの三田城太郎、高島和貴、千葉ジェッツの大宮博士生といった B リーグ現役選手、高崎陽平、中村隆之ら 3X3 バスケットボールで実績を積んだ選手と契約した。また、シーズン途中に、荒川さでは両一、 西野洋が加入した。初年度は、男子チームは、3X3 エグゼプレミアファイナルベスト16、3X3 エグゼトーナメントジャパンファイナルにおいて、第3位に入賞した。チーム創設メンバーは、女子日本代表の石川舞、名木、陽子、前田由加、元6人制バスケ、日本代表の矢野良子、韓国人プレイヤーのカンヨンス、チョンソナの6人である。 女子チームは 3X3、エグゼプレミア第3位、ビフマン、エグゼという成績で、初年度から、競合の仲間入りを果たした。昨シーズンのメンバーから、ノロ・リュ人ヒジン、高島・和孝、三田・城太郎、荒川佐、出和両一、西野陽が残留。新メンバーとして、横浜 B コルセアーズのエドワード・モリスが加入した。また高島・和孝が、 同チームのオーナーにも加わることが発表された、オフィシャルアンバサダーオフィシャル応援ソングジューシー、B ・オーゴン・レボリューション、アイツ2018年5月開校場所、鈴木区東山田町横浜 B 高等指導者、野郎ヒ飛人、前田ゆか、3、X3、エグゼプレミアの2018シーズンが6月に開幕、今季は、新規20チームを加え総勢36チームが参戦、バスカットボールキング、 株式会社フロムワン。2018年7月1日閲覧。サン。3X3。エグゼプレミアの女子リーグに6チームが参戦決定。東京ダイムやサンズも出場バスカットボールキング。株式会社フロムワン。2018年7月1日閲覧、高島和孝選手との契約基本合意のお知らせ。https、t w i t t e r .com、ビフマン 3X3。 ステータス、112系3900兆5940億90005万36322019年5月3日閲覧。AB10 立情報センタープレゼンツ、剣者の取り出2018年3月22日、放送分ゲスト、野郎竜肥人選手、中村隆之選手 AB、チーム、ビフマン、エグゼ、2018年6月22日閲覧。AB、 試合結果。ビフマン、エグゼ、2019年5月5日閲覧。高島和隆選手との契約基本合意のお知らせ。https、t w i t t e r .com、ビフマン 3x3、ステータス、112計3900兆5940億90005万36322019年5月3日閲覧。abcd、チームビフマン。 ビフマン、エグゼ、2019年5月5日閲覧。スポンサーパートナー、2018、ビフマン、エグゼ、十立て情報センター。2018年7月1日閲覧。スクール、ビフマン、エグゼ、十立て情報センター。2018年7月1日閲覧。ハイエースカスタムデモカー、3X3 プロバスケットボールチームビフマン、エグゼ、サポートカー。 フレックスドリーム株式会社フレックスドリーム2018年7月1日閲覧。ありがとうございます。